待たせたかい？ウェルカム。猿の落胆が目に浮かぶぜ。まあ、奪い返されねえためにも互いに足を引かぬよう、ただ一心に努めるのみ。不思議と腹は立たないものだ。取り戻せると分かっているしね。熱血野郎なんか目じゃねえ。総大将は竜王だ。同格などとは認めはせぬぞ。総大将は雪村様だ。この同盟の王者だが、より活躍した軍の主でどうだ。うん、それがしにも異存はない。お前はどう思う、サスケ。俺様も賛成だね。竜の旦那を顎で使えるいい機会だ。それでならばなおさら破れるわけにはいきませぬな、マサムネ様。誰の。ヤッホー、伊達の軍馬は天下一位。なんの日の本一にふさわしきはこの完結馬ぞ。片や勇猛、片や暴走、なんという由々しき組み合わせか。ムカつくぜ。ムカつくすぎて前が見えねえ。てめえら群れにゃいいってもんじゃねえぜ。助け、落ち着いて。どうすればいいんだ。レッツゴー。おしろ、この手で切り切る。行くのだ、サスケ。了解。やりごたえのあるお仕事だね。すみません、きっと土下座させてください。てめえに限って問題ねえとは思うが、朽ちるなよ。当然、同盟の第一歩でつまずいちゃいられないっての。背中は俺らに任せてくださいよ。構えられよ。いざ我が家臣の仇。さて、それじゃあ始めますかね。俺様にしかできない大切なお仕事ってやつをさ。サスケ、くれぐれも気を抜くな。あらら、俺様ってばこれだけ働いても信用ないよね。迫られたな。あんたらの爪が甘いんじゃねえか。何を言われるか、マサムネ殿。貴殿の軍こそいささか奔放に過ぎよう。サスケ、お前の思考無駄にはせぬ。あんたなんかに後を任せることになるとはね。せいぜい刺激しないでくれよな、うちの大将さ。悪いよ、死ねず。うまい。死ぬ。若き者から目覚めるか。これほど虚しいこともない。敵大将を撃つまで、お無理は禁物ですぞ。羨ましい。無駄に。うっ。さすが、冷静かつ大胆な判断だね、片倉君。竹中、判明。影の小次郎、俺に言いたいことがあるんだろう。ならば政宗さん、この場をしのぎし、その暁に身も心も健やかになるが、武田もののくの誉れなみ。面倒な話はよそう。共に来るんだ、カラクラ君。僕らなら彼の暴走を止める手助けをしてやれる。そうして政宗様から離れ、俺に一体何が残る。甘ったるいささやきはもう聞き飽きたぞ。竹中、俺の代わりに見定める。真田幸村、政宗様が冠された王という名のありよう。カラクラ君、貴殿の思いと忠義にかけ、必ずや。妙軍は伊達じゃねえ。はっ、
私は身軽でいいぜ。逆にせいぜいするってもいいのか。バカだ。他ならぬ貴殿と組んでのこの手たらく。それだけ手強い相手ってことだ。上等だとは思わねえか。武田の生まれ、常にそなたと共に。だがてめえの顔はきっちり覚えたぜ。馬の手入れは抜かるなよ。人からいつ突撃命令が出るか知れねえ。おっ、自慢の配下ってやつだ。クールだろ。何を、皆勝負はこれからぞ。俺たちのうちどちらが上か、それは間もなく示される。開門せよ。この雪村と政宗殿が引き受ける。オーケーオーケーオーケー。道は開いた。さあ行こう。その体でどこまで持つか、いや考えてもせんなきよな。サスケの神出鬼没ぶりを見よ。固くようやくこの時が来たか。ずいぶんと長かったじゃねえか。我が二層地に突き立てる。やれやれ、しつけがなっていないようだね。来た。まだ時間はある。もうすぐ君と僕の夢が叶うんだ。秀吉